こんにちは。今回は、赤の信号機をご紹介します。実は、この信号機のひさし、FRP、繊維強化プラスチックなんです。とても面白い組み合わせですね。兵庫県では、変速配列を多数見かけますが、このような孤島機は、とても貴重なものとなっています。